スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。秘書結構難しい、届いてるわよ。難しい屋さんが揃ってるなっていう印象があります。春ララですね。型のマレーですね。前回から登場しまして、秋華賞をゲットいたしました。さすがに成長はまだまだ先なので、ここで WBC 出すのは良くないと思っております。あれ？ベストバ体重って500キロか。気合い十分ね。それなりに能力はあるんで、嬉しそうね。なかなかやるじゃない。ありがとうございます。見てみましょう。ベストバ体重変わってるかもしれないんで。何かよ。500キロがベストバ体重は変わらないですね。ということで、今11月を一周なんで、2200はぴったりですね。エリザベス女王杯出しますか。大根疲れが止まっている。今週はレースがあるわね。ベストは500キロなんで、どうかしら。これで人参ですね。嬉しそうね。これでベストバ体重のはず。 OK です。さあ早速エリザベス女王杯出していきましょう。レインボーダリア、ビルシーナ、それからホエールキャプチャーあたりですかね。エリンコートあたりですかね。オールザットジャズ、このあたりが知ってる名前の馬ですね。メダル王決定戦、なるほど。どんどんメダルを追い込んでくださいっていう感じですね。 2.5 倍絶対的な一番人気ではないな。ビルシーナが2番人気、そしてフミノイマージンが3番人気ですか。ホエールキャプチャー、オールザットジャズと続いております。ちなみに5級だと いくらになるのかな。まあ
サ・エリザベス女王杯発走です。今年も美しき女王の称号を目指してエリザベス女王杯まもなくスタートであります。スタートを切りました。スタートちょっと出遅れてしまった。まずまずのスタートところであります。果たして何が行くのでありましょうか。10番スマートシルエット先頭ホエールキャプチャー、それから5番ビルシンガー、それから離されましてオールザットギャット、そして5番手にエリンポート、そのうちアカンサス。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その外からは9番カタノマレイ、バイネイサベルがかわしていきました。そしてその後ろからキープリンセス、外を通りまして7番ヒミノイマージンレインボーダリア、その後ろでやりましょうか。中南ですね今カタノマレイは。もう一度先頭から行きますと、先頭は依然として10番スマートシルエット、それから5番ミルシーナ、その外に12番ホエールキャプチャー、ちょっと離されましてオールザットギャズ、8番アカンサス、エリンコートがその後ろ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内から1頭1番バイネイサベル、これが1番人気の9番カタノマレイ、そして内からはキープリンセス、それからもう1頭7番ヒミノイマージン、そのうちにレインボーダリア、そしてしんがりからラシンティランテであります。先頭行く10番スマートシルエット、さあ残り600です。これを追って5番ミルシーナであります。そして外からはホエールキャプチャー、この辺りちょっと離れているオールザットギャズ、さあ仕掛けられるか。もう恋まで上がってきているが、パタノマレイどんな足を見せるか。この辺りでエリシーナがかわした。パタノマレイが伸びてきてるが、エリンコートがしぶとい。パタノマレイだ。ピンクの帽子エリンコート、エリンコート捉えきれないか。パタノマレイ懸命に追った。並ぶか並ぶか。パタノマレイ一着11番、エリンコートにやられました。パタノマレイが2着。距離は合うはずなんですけどね。香港バーズに出走しましょうとなっています。レースを終えた馬が戻ってきたわ。疲れやすいのかもこの馬。クエスト達成よ。一気に。フレンド申請あるかな。ありがとうございます。カジーさんですね。神社行きましょう。おみくじ引きます。ラッキーバルシ来た。あと奉納しましょう。ですよね。まあさすがにここでパートナー調教という握手は使えないだろうな。まずまずかしら。ここでチーズ最大増やせるのが8キロのなんですよね。なんで成長促進して放牧ですね。ちょっと聞いてよ。ちょっと日程確認してみましょう。ちょっと香港には間に合いそうにない。だとまあ走れなくはないですね。早送りって5週後ぐらいしかできないんだ。そんなルールなんだ。506キロですね。うん、
ここに行きで酔いつぶれるだけで。お、勝負根性 SSS よ。素晴らしいですね。人参なんで調子上げないといけないんですけど。嬉しそうね。知ってるかしら。いい感じだわ。刃先入れなんかいいかもしれないですね。ダートも決して悪くないんで。高級マンゴーなんかあるんだ。嬉しそうね。何か用？刃先にあえて出してみましょう。ここたる前は強いけどな。戸崎騎手。何かよ。今週はレースがあるわね。何かよ。大根か。いい感じだわ。何かよ。馬体重調整は文句なしですね。さあこれでレース挑んでみましょう。と一番人気は北高たる前、互角と見られております。すみません、他の馬って全部オス馬なんですよね。これが北高たる前、三幸秀明騎乗、かなりの強敵ですよね。やっぱりさあ川崎の競馬場で行われる川崎記念。一心同体とかありますね。一心同体といえば少女隊。おお、すごい。すぐ近くに川崎男子ありますかね。だるまの川崎記念のスタートです。さあ3番スタートに、まあまだ多少問題はあるけれども、前走よりはいいですね。さあ中段を確保し、中段後ろを確保しましたね。ここたるは先行力もありますからね。その後ろでやりましょうか。一心同体。さあ気合はどうなんだ。3番カタノバレイ、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。その外からはフォーティファイド、10番アントニオプサ、5番風の子、そしてしんがりからスカテールという展開です。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭、4番東証フリークであります。この辺りちょっと離れているサミットストーン、ここは一周が短い、1200ぐらいか。その外に困りを起こすなんて早めに動いていかなければなりません。その後ろ、その外、一心同体。内から1頭、6番ラウンフォルセ、そしてその後ろから3番カタノバレイ。外を通ってどこで動いていくか、参考なぐらいでは動く必要はありますね。風の子、国内最大のドリームビジョン12頭が差し掛かろうとしております。しんがりからムスカテールであります。でかいドリームビジョン。先頭です。ちょっと離れて、そろそろ動きどころだと思うんだが、200切ってるぞもう。さあ動き始めました。さあ北高たる前もついて上がっていった。もう射程圏に抑えております。
池内かな。いいですね、いい伸びしてます。もう50もない、抜け出した。理想的なレースをしました片尾マレー。戸崎騎手見事でしな騎乗でした。なかなかやるじゃない。おー、どうかしら。素晴らしいです。メロンがありますね。メロン使いましょう。いい感じだわ。これで放牧です。何かよ。ショートケーキ。はい、というわけで何かよ。見事にこちら片尾マレー勝利しましたね。やってくれました。というわけで次走から多分次は春競馬に出すと思います。8戦5勝ということで、引き続き頑張っていきましょう。まだまだ成長の余地があるんで、無理せずにハードな調教もできるんで、調教を主体にレースに適度なレースに出していきたいと思います。これから応援よろしくお願いします。1000人までチャンネル、あと100人となっております。チャンネル登録まだの方ぜひご協力よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。ではですね、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。